こんにちは、山際です。今はですね、バンコクのバイオークスカイホテルというホテルにやってきているんですけども、ここの18階にですね、美味しくて安く食べられるランチがあるということで今やってきております。で、ホテルこんな感じですね。ロビーが、これ今もう18階来てるんですけど、ホテルのロビーこんな感じになっている様子です。では早速行ってみたいと思います。今ホテルの18階にいます。現地のタイ人の友人と来てます。日本人です。嘘です。レストランの様子です。またタイ人がいますね。はい、頼んだシンハビールが来たので、このグラスでいただきたいと思います。昼から飲みやがって。いや、うまいわ。うまいね。これいくらだったかちょっと値段見てないけど、100バツぐらい。120バツぐらい。いくらだ。350、60。日本のホテルでビール飲むことを考えると相当安いね。そしたら、おもむろにカバンから何を取り出したと思ったら、この人ホテルでスマホの iPhone のスクリーン、なんとか液晶保護シートを貼り出してます。やっぱ綺麗なところでやらないと。綺麗なところでやらないとね。これさっき、さっきの卸市場、まあバイヤーが集まるマーケットで買ってきたものです。日本の何十分の1は言い過ぎか、8分の1ぐらいじゃないですか。8分の1ぐらいで購入してきたものです。めっちゃ安いですね。弁当がやってきました。シーフード弁当です。サーモンの刺身からサラダとかですね、エビがあったり、美味しそう。いただきます。いや、今食べてます。このクオリティで約600円。600円、安いっす。うまいっす。バンコク、うん、バンコク来たらぜひ食べてもらえ。ね、そっちは映ってる。これこっちは天ぷらですね。天ぷら、天ぷらのクオリティもすごいね。わあ、すごい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 。食べかけで申し訳ない。これも一緒、180バーツ。今、全部食べ終わってこの通り片付けをしてもらいました。で、ここのホテルも6000ぐらいか、6、7000円で、繁忙期になると1万円ぐらいになるということなんですけども、ここに泊まってなくてもランチを食べに来れる場所なので、ぜひ、まあ、宿泊してなくても生きてみたらいいんじゃないかなと思います。これはスカイバーもあります。夜、え、何夜スカイバーが。スカイバーって何？78階かな。屋上、あの屋上じゃないけど、屋上じゃない、あのなんつったら、まあ、夜景の見える綺麗なバーがありますので。78階、確かそのぐらいだと思います。え、結構じゃあバンコクで1番2番は争う、ね、高そうじゃない、うん、ここで18階だからね、うん、まだまだそのまだ3倍以上。この高さの3倍以上のバーがあるとのことなので、夜もしかしたらここ行ってみると隠れた観光スポットなのかもしれません。ということで、ここバイオークスカイホテルからお届けいたしました。